ラブミーちゃん記念は、岐阜県地方競馬組合が、笠松競馬場で施行する、地方競馬の重賞競争である。正式名称は、スポーツ日本杯ラブミーちゃん記念、スポーツ日本新聞社が優勝杯を提供している。副賞は、スポーツ日本新聞社賞、全国公営競馬主催者協議会会長賞、岐阜県地方競馬組合管理者賞、 公益社団法人日本軽手は協会賞。1977年に、サラブレッド系3歳品場の東海所属場限定の重症競争、スポーツ日本杯、サラプリンセス特別として創設。1996年からは、東海地区重症格付け制度施行により、スプブに格付けされた。2009年からは、サラの冠が取れ、 名称を現在のスポーツ日本ハイプリンセスと区別に変更された。なお同様の趣旨の競争にアングルアラブ系二歳品馬の東海所属馬限定の重賞競争アラプリンセスと区別が笠松競馬場で施行されていたがこちらは1991年に創設され1995年をもって廃止となっている。2010年からグランダムジャパンに再シーズンに 指定され、さらにスプ部からスピに格上げされた。2014年より、笠松競馬場に所属していたラブミーちゃんの功績を、称え、名称をラブミーちゃん記念に変更、開示も第1回に戻る。笠松競馬場で開催される競争場を冠した記念競争は、オグリキャップ記念、ライデンリーダー記念に続き、3つ目となる。 施行距離は長らくダート1400メートルで施行されていたが2010年からはダート1600メートルで施行されている。出走条件は創設当初から2004年までは東海所属場2005年のみ北陸、東海、近畿所属場2006年からは北陸、東海、近畿、中国所属場2010年からは地方競馬全国交流競争となる。 バレエはいずれもサラブレッド系に彩品馬。バレエは2000年以前についても原表記を用いる。すべて、笠松競馬場ダートコースでの試行。プリンセス特別ラブミーちゃん記念各会競争結果の出展。ありがとうございます。